三方、多宝川に囲まれた町トレド。その歴史は古く、6世紀には西ゴート王国の首都になり、8世紀以降、イスラム、キリスト、ユダヤの3つの文化が共存、独特の文化を形成し、16世紀には日の沈まぬ国スペイン帝国の首都として栄えたのです。今もなおその面影を残している町並みは世界遺産にも登録されています。このトレドから車でおよそ1時間、スペインの真ん中、現在の首都マドリッドは、プエルタ・デル・ソルを中心にドン・キホーテの像が立つスペイン広場。マドリッドのシンボル、大地の女神シベーレスの噴水、18世紀当時のアルカラモ、ハプスブルク時代の姿を伝えるマヨール広場など、由緒正しき歴史建築の中に人々の活気がみなぎる街なのです。このマドリッドにおいて11月21日、世界最大の空手の祭典、第16回世界空手道選手権大会が開催されたのです。
参加83カ国、大会史上最大の国々がマドリッドに集結。日本は全種目にフルエントリー、世界の頂上を狙う。Je déclare ouvert le 6e championnat du monde du karaté. And now it's my pleasure to declare open the 16th World Karate Championships, the best and good championships. Thank you very much.